おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水は機械学習をテーマに、ティーチャブルマシンっていうサイトで作ったニューラルネットワークモデルの結果を、Bluetooth でマイクロビットに飛ばして、マイクロビットと双方向で通信しながら、ブラウザーとマイクロビットとで、プログラムが作れるというのを、まあコツコツやってきました。今日が最終回になるかなと思っています。で、まあ、マイクロビット側からの指示で、昨日作ったカウントアップされる値をゼロに戻すっていうところをやってみようかなと思ってます。で、昨日作ったプログラムを GitHub 上に展開して、URL はこんな形で4番ということで公開しています。はい、で昨日作ったのはマイクロビット関係ないので、これでスタートすると機械学習モードが始まって、 Yes って言うとここが1個カウントアップされて、 No って言うと No って言うと No がカウントアップされると。で、今日したいのはこの A ボタンを押した時に、このカウントアップした Yes とか No の値が Yes の値がこれ今22なんですけど、0に戻ればなと思ってます。で、マイクロビットに接続して、で、まあ、テストって送るとマイクロビット側に、今映してませんが、マイクロビット側にテストって出てるんですけど、 A ボタンを押すと A が光る、 B ボタンを押すと B が光るっていうところまでは作ってあって、これを、まあ、A ボタンを押せばこれがゼロリセットされて、 B ボタンを押せばこれがリセットされるというふうに改造したいなと思っています。で、それは もしかするともうチャット GPT 借りなくても関数ができていて、できているので、このあたりですよね。 A ボタンを押せばB ボタンを押せばとか、このレベルになると自力でもできないかなという気がしていて、で、ここのバックグラウンドカラーも B ボタンをグレーにするとかいうのも、なんか合わせてここですよね。これを呼べばいいんじゃないかなと思っていて、で、これの呼び出し方がさっきのイエスだったら、カッコの中にイエスを埋め込んで呼んでいたと思うんですよね。これですよね。だ、この今のノーを触りましたっけ。この2つをやって、マイクロビットに送るところじゃなくてここですよね。ここを触ろうとしていて、ここにB ボタンが押されたら、ノーカウントを0に戻すと。0に戻すと。で、このアップルデートラベルを呼ぶって、これでいいんじゃないかな。同じく、これを、加えて、イエスカウント、A が押されれば、イエスカウントを0にして、イエスのラベルのイエスを呼び出せばいいんじゃないかなという気がしていて、これで見てみましょう。はい。で、今回はマイクロビットと接続する必要があるので、マイクロビットと接続し直して、テスト通信をして、つながっていることを確認して、機械学習モデルをスタートさせて、 Yes No No Yes って言って、マイクロビットの A ボタンを押すと、ここに A ボタンを押されたら A って出るはずなんですよね。 A ボタンが押されて、 A ボタンが押されてカウントが0になってます。で、 B ボタンを押すと、B ボタンが押されてカウントが0になるというふうになっているので、あとこの B ボタンの青色消えてほしいので、これを消すのはとグレーにしてるわけですよね。イエスラベルを、ノーラベルをグレーにするのか、ノーラベルをグレーにするっていうのを
ここに付け足したらどうかな。ここに付け足して、で、同じく、ここに、ラベル A スタイル B で、これでグレーにしてくれれば、これでグレーにも戻るので、ボタンが戻るような気がします。位置が若干違うのが気になるので、この位置ですよね。これでどうでしょう。で、ノーラベルセットカラー、ホワイト。で、ここでブラックに直してるのか。これも揃えてしてあげればどうなのかな。ホワイトをまず持っていきましょうか。ホワイトをここですよね。これをラベル A セットカラーをホワイト。ここはラベル B カラーをセットカラーをホワイトで、ブラックに戻すのはここですよね。多分こういう細かい作業はチャット GPT に言葉でやるより、コードが読めれば自分でやった方がいいような気がします。で、ノーラベルのカラーをブラックに戻しておくと。で、上は、ノーラベルじゃないね。と、ラベル、これ B ですよね。B のラベルをブラックに戻しとくと。で、こっちは、B ラベルのカラーじゃなくて A ラベルのカラーをブラックに直しておく。はい、これでどうでしょう。もう一度やり直します。接続し直して、で、テスト送信大丈夫ですよね。で、機械学習スタートさせて、Yes、No、Yes、イエス。あ、カウントアップされなくなっちゃった。ノー。ノー。イエス。どこかで壊しちゃったか？カウントアップされなくなってしまったのは、どこかで、そうか。ここでしかなってないですよね。で、カウントアップ、ここでカウントアップしてるはずなんですが、これの位置が良くないのかな。こっちは合ってますけどね。Yes、 No、ノー。もう一回見てみる。で、やり直してみます。接続して、ペアリングして、送っ
って字が出ていると。で、機械学習スタートさせて、Yes, No, No, Yes。 あれ、カウントアップされなくなっちゃいましたね。A ボタンを押すと、お、B ボタンを押すと、あ、なんか灰色にならなくなっちゃいました。なんか、勝手に直したところをしくじったかな。自分で調子に乗ってやっちゃったんですが、今一つうまくいかなくなっちゃいました。リザルトが Yes のアップデートのところで、ですね。なんかラベルしか足してないのに、なぜかおかしなことになっています。どうしたらいいかな。戻してみますか。いっぱい書いたつもりでいるんですか。ここぐらいまでですかね。これでちょっと見直してみます。つなぎ直して、で A ボタンを押すと A0、 B ボタンを押すと B0 で、これが消えてほしいとか言って触り出しておかしくなっちゃったんですよね。で、これを押して、機械学習が始まって、イエス。あ、ちゃんと数字いきますね。ノー。イエス。この青が消えてほしいっていうのがうまく反映されていない。イエス。ノー。で、ボタンを押すとノーがクリア。A ボタンを押すと A がクリア。ここまではいけている。なんか変なところを触っちゃったんですかね。ここで、グレイにアップデートノーラベルイエスカウントグレイ、このタイミングで色を消すかな。これで色をつけちゃってるんですよね。で、消すタイミングはどこで消すかな？どこかで消したい。で、このイエスかノーかって言った時に消そうとしたんですが、なんかそこでは良くないんですかね。バックグラウンドノイズ。どこに入れようかな。イエスでもノーでもなけ、イエスかノーの時に、ここで消したかったんだけど、アップデートラベルの中でいじるのが良くないのかな。イエスかノーかって言った時に消すようにしましょうか。で、バックグラウンドをグレイにする。イエスラベルじゃなくて、これですね。これを、B ラベルをグレイにするのを、B ラベルをグレイにするのを、ノーと判定したタイミングでやると。で、A ラベルをグレイにするタイミングをアップデートイエスが返ってきたタイミングでやると。
これぐらいでどうでしょう。で、見てみる。はい、まずマイクロビットとつなぎます。つなぎました。テストをします。これ皆さんには見えないんですが、マイクロビット側でテストって怒られているのを確認しました。で、スタートして、これでカウントが潰れると嫌なんですけど、イエス。イエス。あ、カウントされてますね。ノー。ノー。ノー。イエス。で、A ボタンを押します。あ、で、消えて、ノー。イエス。イエス。これ消えないですね。バックグラウンドノイズがイエスって言ったときに、グレイになってくれるとか、ノーって言ったときに、ラベルスタートのバックグラウンドカラーがグレイになってくれると思ったんですが、イエスのときに、これでマイクロビットにイエス。あ、マイクロビットにイエス送られなくなっちゃってますね、ここに書くと。マイクロビット側も不具合を起こしているので、一旦これとこれやっぱりやめて、もう一回テストをやり直します。見てみる。続く、つなぐ、テストする、スタートする。で、イエス。イエス。Y がマイクロビット側出ました。No。出ました。で、A ボタンを押すとクリアされて、Yes。Yes。No。マイクロビット側ちゃんと動いてるんですが、この色を消すっていうところの動作が、なかなか変なところに入れると良くないみたいなので、もうしん、い一瞬チカッとになっちゃうのかな。はい、ちょっと止めてる間に細工しちゃいました。ここの A ボタンを押した時に、まず赤色に変えて、処理が終わったらもう両方ともグレーに戻す的に変えてみました。これでやってみます。見てみる。接続して、で、テストして、まあこのテストは不要かもしれませんが、もう安定してますよね。テストして、で、音声認識を始めて、イエス、イエス、ノー、ちゃんとカウントアップされますね、ノー、イエス。で、A ボタン、あ、マイクロビットもちゃんと反応が出てます、ノー、出ていて、A ボタンを押すと、あ、チカッとならなくなりましたよね。消えるんですけど、早すぎてわからない。っていう感じですね。どうすればいいですかね。まあ、ここに入れると早すぎるのかもしれないですね。ここはどうしますかね。色が残ったままにするのか。なんか他のところに入れると悪さしそうな気もするので。チャット GPT に聞きますか。チャット GPT はどんな風に変えるかちょっと聞いてみましょうか。ラベル、A ラベルの背景色を、イエスと判定された時に灰色に設定する改造するにして、これで言ってみましょうか。どんなふうにするかな。A ラベルの背景をイエスと反対配列するためにアップデートにこの処理を追加します。アップデートの中に追加するって言ってるので、それをちょっと参考にしてみましょう。はい。ということで、だいたい、ここのボタンの反応だけが、今これ途切れちゃったのかな。もう一回つなぎ直して、で、イエス、ノー、ノー。で、
B ボタンで消える。ここの色が変わったのはちょっと見えないのが残念ですが、Yes。で、A ボタンで0に戻るというふうにできました。はい、ということで、これもまた概要欄に載せておきますので、これでいかがかなと思います。ちょっと画面が、これですね。これを概要欄に残しておこうと思います。はい。で、これで一応、ひな型として、マイクロビット側と双方向通信もできてますし、機械学習の音声バージョンも読み込めてるので、オーディオではなく、イメージモデルでやっても同じような結果ができると思うので、あとは、JavaScript を読むのが苦労ない人は、これを読めば、これを読むより、こうやればできるのかって分かればもっと効率のいいコードが書けるのかもしれません。私自身はあとこれをうまく、なんていうんですかね、キーワードの数を増やして、で、マイクロビットに送られてくる Y とか N、サンプルとして Y と N しか送ってませんが、ABCD で送られてきたやつを、マイクロビット側で処理して書くプログラムは、もうマイクロビット側のプログラムを拡張していけばいいだけなので、マイクロビットが得意な方であれば、あとは Bluetooth で受け取った文字列で if 文を作って分岐させて、で、サーボを動かしたり、なんか音鳴らしたり音楽鳴らしたりということで、いろんなものに組み込んでいただければなと思います。はい。ということで、これで、機械学習とマイクロビット編は一旦落ち着くかなと思ってます。で、ちょっと面白いネタを見つけて、皆さんもご存知かもしれませんが、と、なんだったっけな、M5 スタック、すごい短いシリーズで私も取り上げたことがあるんですが、M5 スタックを使って、なんかスタックちゃんっていう AI とお話しできる、なんかそういう簡単に組み込めてロボットが作れるっていうオープンソースのロボットみたいなプロジェクトがあるみたいで、来週ちょっとそのあたりを追っかけてみれたらかなと思ってます。1週間で終わるか2週間ぐらいになるか、動けば、なんか結構面白いかなと思ってやってみようかなと思ってます。同じ AI 絡みということになるので、来週からちょっと新しいシリーズで、スタックちゃんをテーマにやってみようかなと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水は機械学習、木金土はメタバースをテーマに、私が勉強している様子を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。